航空会社別の航空事故一覧では、航空会社別で分類した主要な航空事故の一覧である。テロやハイジャックなどの航空機を狙った事件も含む。以下では、航空会社ごとに、便名、発生年、発生場所を記載している。それぞれの航空事故、事件の詳細については、詳細記事を参照のこと。なお、航空会社の並び順は IATA。 航空会社コードのアルファベット照準とし、コードが不明の会社は末尾に50音順で記載する。アライドエアの航空事故。UPS 航空の航空事故。アエロスクレの航空事故。アルロサ航空の航空事故。サラトフ航空の航空事故。ファーストエアの航空事故。フラッシュ航空の航空事故。コガリムアビアの航空事故。事件。アエロカリビアン航空の航空事故。 アフリキア航空の航空事故。ダナヤの航空事故。エアカザフスタンの航空事故。アメリカン航空の航空事故。事件。エアカナダの航空事故。全身のトランスカナダ航空を含む。エールフランスの航空事故。事件。アルジェリア航空の航空事故。エアインディアの航空事故。事件。子会社のエアインディアエクスプレスを含む。エアアジアの航空事故。 グループ会社のインドネシアやアジアを含む、アエロメヒコ航空の航空事故、事件。子会社のアエロメヒココネクトを含む、アビアコ航空の航空事故、アロハ航空の航空事故、アルゼンチン航空の航空事故、事件。子会社のアウストラル航空を含む、アラスカ航空の航空事故、ロイヤルエアモロッコの航空事故、アビアンカ航空の航空事故、 アリタリア・イタリア航空の航空事故、ジェットブルー航空の航空事故、ブリティッシュエアウェイズの航空事故、事件、前身の英国海外航空、英国欧州航空、インペリアルエアウェイズを含む、ブリティッシュミッドランド航空の航空事故、カリビアン航空の航空事故、西ベインターコンチネンタルの航空事故、中国国際航空の航空事故、事件、 全身の中国民航を含む、チャイナエアラインの航空事故、事件、チャイナエアラインの航空事故も参照、中国北方航空の事件、コパ航空の航空事故、コンチネンタル航空の航空事故、事件、コンチネンタルコネクション及びコンチネンタルエクスプレスとして運航されていた便を含む、カナディアン航空の航空事故、事件、全身のカナダ太平洋航空を含む、 民航空運航士の航空事故。クバーナ航空の航空事故。事件。キャセイパシフィック航空の航空事故。事件。中国南方航空の航空事故。事件。デルタ航空の航空事故。子会社のコムエアを含む。スキャット航空の航空事故。イースタイ航空の航空事故。エメリーワールドワイドの航空事故。エミレーツ航空の航空事故。 イランアーセマーン航空の航空事故。エチオピア航空の航空事故。事件。アトランティックサウスイースト航空の航空事故。ファーイースタン航空の航空事故。事件。フライングタイガーラインの航空事故。プルコボ航空の航空事故。フェデックスエクスプレスの航空事故。事件。フライドバイの航空事故。ゴル航空の航空事故。エアボルガの事件。 ガルーダインドネシア航空の航空事故トランスアジア航空の航空事故ガルフエアの航空事故事件オンタリオ航空の航空事故セパハン航空の航空事故イベリア航空の航空事故インディアン航空の航空事故事件イタビア航空の事件トリガナ航空の航空事故イラン航空の航空事故事件子会社のイランエアツアーズを含む エールアンテールの航空事故。イエメニアの航空事故。バリュージェット航空の航空事故。日本エアシステムの航空事故。前身の東亜国内航空。日東航空。富士航空を含む。日本エアシステムの航空事故及びインシデントも参照。ラタンブラジルの航空事故。前身のタン航空を含む。スパンエアの航空事故。日本航空の航空事故。事件。 グループ企業の南西航空や統合した JAL ウェイズを含む日本航空の航空事故及びインシデント日本航空ハイジャック事件も参照アドリア航空の航空事故ライオンエアの航空事故エアセルビアの事件前身のジョットユーゴスラビア航空を含むアロー航空の航空事故大韓航空の航空事故事件前身の大韓国民航空を含む 大韓航空機事故も参照。アダム航空の航空事故。KLM オランダ航空の航空事故。子会社の KLM シティホッパーを含む。ケニア航空の航空事故。ブリティッシュアツアーズの航空事故。バージェン航空の航空事故。クウェート航空の事件。ラタンチリの航空事故。前身のランチリ航空及びラン航空を含む。 ルフトハンザドイツ航空の航空事故、事件。子会社のジャーマンウィングスを含む、アイスランディック航空の航空事故、アルム・アンティリアン航空の航空事故、リビア航空の航空事故、事件、ロット・ポーランド航空の航空事故、クロスエアの航空事故、エルアル航空の航空事故、事件、アビオインペックス航空の航空事故、マレーブ・ハンガリー航空の航空事故、 アモイ航空の事件。マレーシア航空の航空事故。事件。シルクエアーの航空事故。ラパの航空事故。マーティンエアーの航空事故。アメリカンイーグルの航空事故。アメリカンイーグルブランドで運航されていた便を含む。エジプト航空の航空事故。事件。中国東方航空の航空事故。メキシカーナ航空の航空事故。メルパチノサンタラ航空の航空事故。 ナショナルエアラインズの航空事故。ナショナル航空の航空事故、事件。全日本空輸の航空事故、事件。九州合併した、藤田航空、日本近距離航空、日本近距離航空が、九州合併した横浜航空、および子会社のエアージャパン、エアーセントラルを含む。全日空の航空事故及びインシデント、全日本空輸ハイジャック事件も参照。 ノースウェスト航空の航空事故、事件。ノースウェストエアリンクとして運航されていた便を含む。ニュージーランド航空の航空事故。スカイウェスト航空の航空事故。チョークスオーシャンエアウェイズの航空事故。ラウダ航空の航空事故。オリエントタイ航空の航空事故。かつて子会社だったワン・ツー・ゴー航空を含む。アシアナ航空の航空事故。ペルビアン航空の航空事故。 パンアメリカン航空の航空事故、事件。エアブルーの航空事故。ペガサス航空の航空事故。パータンエアーの航空事故。バンコクエアウェイズの航空事故。ピードモント航空の航空事故。パキスタン国際航空の航空事故。アエロペルーの航空事故。フィリピン航空の航空事故、事件。パシフィックサウスウエスト航空の航空事故、事件。 パシフィックウエスタン航空の航空事故スリナム航空の航空事故エアモーレアの航空事故カンタス航空の航空事故全身のカンタスエンパイアエアウェイズを含むエアフロリダの航空事故ラオス国営航空の航空事故アトランティックエアウェイズの航空事故バリグブラジル航空の航空事故タイガーエアマンダラの航空事故リーブアデューシャン航空の航空事故 カスピアン航空の航空事故ヒューズウェアウエストの航空事故サンサ航空の航空事故 SBA 航空の航空事故 S7 航空の航空事故事件南アフリカ航空の航空事故スカンジナビア航空の航空事故サベナベルディ航空の航空事故事件サザン航空の航空事故ソソリソ航空の航空事故シンガポール航空の航空事故事件 スイス航空の航空事故、事件。シーターエアの航空事故。アエロフロートロシア航空の航空事故。子会社のアエロフロートノルドを含む。アエロフロートの航空事故及びインシデントも参照。サウデアの航空事故。中国西南航空の航空事故、事件。アビアンカエルサルバドルの航空事故。タラエアの航空事故。大国際航空の航空事故、事件。 タイ航空の航空事故。ターキッシュエアラインズの航空事故。タンズペリューの航空事故。ラム、モザンビーク航空の事件。TAP ポルトガル航空の航空事故。トランスブラジル航空の航空事故。エアトランザットの航空事故。トランスワールド航空の航空事故。事件。PMT 航空の航空事故。ブッダエアの航空事故。アルマビアの航空事故。 タタールス対航空の航空事故。ユナイテッド航空の航空事故。事件。ユナイテッドエクスプレスとして運航されていた便を含む。チュニスエアエクスプレスの航空事故。ブリストヘリコプターズの航空事故。US エアウェイズの航空事故。全身のアルゲニー航空や US エアウェイズエクスプレスとして運航されていた便を含む。歌の事件。UT エアの航空事故。 バシキール航空の航空事故。ビアサの航空事故。エアベトナムの事件。ベトナム航空の航空事故。バスプ航空の航空事故。イーストインド航空の航空事故。ウェスタン航空の航空事故。中国西北航空の航空事故。サウスウエスト航空の航空事故。ワールドエアウェイズの航空事故。ナイジェリア航空の航空事故。 XL 航空ドイツの航空事故。ウエストカリビアン航空の航空事故。プロテウス航空の航空事故。ADC 航空の航空事故。ヘリオス航空の航空事故。アーリア航空の航空事故。アライドサービスの航空事故。インディペンデント航空の航空事故。エーレンポー太平洋航空の航空事故。ギャラクシー航空の航空事故。グッドイヤーの航空事故。 大日本航空の航空事故。中華航空の航空事故。中国航空講師の事件。DHL 関係会社の航空事故。事件。ドイツ飛行船運輸の航空事故。トランスコロラド航空の航空事故。日本航空輸送の航空事故。バランインターナショナルカーゴチャーターの航空事故。パンインターナショナルの航空事故。ファイン航空の航空事故。マンクス2の航空事故。 薬サービスの航空事故、ラミア航空の航空事故、ルセアーの航空事故、年代別の航空事故や航空機に関する事件については以下を参照。ありがとうございます。